足立チ東サブロー4月7日から1915年3月6日は日本の海軍軍人で海軍航空早装機の搭乗員。試験飛行中に搭乗機が墜落し他の乗員2人と共に殉職したが、足立チらの殉職は海軍搭乗員の日本国内における殉職としては最初の事例となった。最終階級は海軍隊医師、チの逸として 現在の愛媛県内湖町に生まれる。松山中学を経て、海軍兵学校36期に進んだ。36期の入校試験は2649名の、志願者に対し正規合格者は192名で、足立の席時は200名中39番、卒業時は191名中67番であった。1910年1月、少尉任官。 前年の8月には、臨時軍用気球研究会が発足し、空の軍事利用について研究が始まった。しかし、飯田久常が、研究会からの脱退を求めた意見を、愚信していたように、海軍側には不満があった。このため海軍は1912年6月に、海軍航空技術研究委員会を設置する。山地和義委員長のほか、飯田、山内史郎らが委員となり、 実地研究にあたるものとして、河野三吉、山田忠春、そして海軍機関学校15期の中島区兵らが選ばれる。この3名は米国に派遣され、操縦技術や機体整備、機体製作を学んだ。なお、この3名に先んじて、相原志郎が独国に、金子洋蔵が二国に派遣されている。1912年10月、 志願によって選ばれた4名の士官が、横須賀陳樹夫婦となり、航空術研究員を命じられる。あ立ちは、その一人で、他に同期生の広瀬成慶、藤瀬勝、る、そして、海兵33機の井上文雄がおり、この4人が、操縦練習将校1期生である。11月には、河野、金子の海軍機発飛行が行われ、12月には、山田が帰国する。 金子、山田は、教官として、足立らの指導にあたり、規制は、操縦技術を習得した。1914年6月、足立は仏国へ派遣され、陸上機の操縦を学ぶ。同年に勃発した第一次世界大戦で、海軍は、新を攻略戦に、航空部隊を、初めて実戦投入し、一定の成果を収めた。足立は留学中でありこの戦いには参戦していない。 1915年3月、足立は操縦員として、横須賀海軍交渉で製作された機体の試験飛行に臨む。同乗者は、練習将校3期生の武部隆夫と柳瀬久野城一等水兵である。この機は100馬力のファルマン水蒸気で、従前に比べ発動機の位置が高めになり、また操縦席などが後方に移されていた。長浦湾で、 旋回飛行を行っていたが、高度70メートル付近で突風を受けたことによって、木は垂直になり、海面に突入した。事故原因は前述の変更によって、木の重心が髪型に移ったため、傾斜を修正する間もなかったものと判断された。なおこの100馬力ハルマンについて、練習将校に規制の和田秀穂は、70馬力に比較して、 速力等に格段に優れ、第一次大戦時の航空部隊の活躍に貢献した、胸を述べているが、反面失速に陥りやすく、人殺し飛行機とも呼ばれ、飛行学生や教官が登場を拒否する事態もあった。足立、ち、部、柳べ、は、海軍航空会において、相原志郎に次ぐ巡職者であり、かつ、日本国内における海軍航空巡職者としては、最初の事例となった。 操縦練習1期生の3名の同期生は、井上文雄が殉職し、藤瀬勝は、第一次世界大戦において海軍旗発出撃を行った5名の一人となる。広瀬政経は法術へ転嫁した後、航空技術関係の養殖を歴任した。日本航空士において、愛原史郎は、必ずしも航空事故犠牲者として認められているわけではなく、あだちらが、 海軍航空事故犠牲者としての最初の事例とする場合もある。海軍隊足立東サブロー外一名特使女医の県2012年8月13日閲覧。航空遭難2012年8月13日閲覧。ありがとうございます。